はい、今日もポケモンやっていきたいと思います。さあ、ポケモンやっていくじゃないな、ポケモンカードだね。はい、さあ、リザードンですかね。めちゃくちゃリザードン好き。こんなスリーブあるんだ。さあ、これも完全にねつけちゃってるんですけど、まあまあまあいいんじゃないですか。先行なんでね、レイジエレキスタートでいいと思います。ん？違う、相手が先行か。違う、こっちが先行だよね。間違えまくる。さあ、いきますよ。どんどん出していきますよね。タンデムユニット使って、タンデムユニットちゃん使って、さあどういう感じでいくかな。ライコーも出しとくか。うん、これで、レジエレキと、まあ僕は、そうですね、リザードンなんで、でも、結構火力いる可能性があるから、レジエレキもう一枚立てるのもありかなと思ったんですけど、レジエレキはないですね。ということで、こんな感じでいきますか。さあ、どうするかね。まあ、雷光スタートでもいいんだけど。一回使いますか。はい。終わってますね。雷光に、絵に貼って、ターンエンドにしましょうかね。いや、マジか。エレキジェネレーター不発だと結構きついんだよな。うん、相手は、まあ、リザードンデッキ、エンテとか言ってんの。クチートね。クチートってなんだっけ？逃げれなくすんだっけ？デュアリングユア、覚えすぎる。で、ネクストターン。90ダメージ。あ、90ダメージ追加されるみたいな、そんな感じ？なんじゃ持ってくんだ。まあいいでしょう。あー、これはちょっと微妙だな。まあなんでもいいんですけど。まあ練習できましょうか。いきなり殴ってくんのかな、これ。これはいきなり殴ってきそうな雰囲気ありますね。あれ？これ手張りだよね、でも。手張り以外で貼れるのか？エネが。全然見てなかったや。あるあるですよね。全然見てないって。はいはいはい。いらねえ。マジでいらねえんだが。いらないカードしかないですね。どうしようかな。まあ、雷光で倒してはいくんだけど。どうしようかな。あえて、そうですね。これは何持ってくるかね。いや、もうこれ博士だよね。多分博士が一番いいと見た。うん。エネバー来るじゃん。エネバー来ますね。ちょっと岡山弁出ちゃう。ハイパーボールか。まあでも。まあハイパーボールで。寝切って、まあこれでね、ちょっと火力上げといて、微妙なカードばっかりくんな。まあ、これ取っていきまし
しょう。レジエレキ弾くか。うん。なんかレジエレキ弾くような気はしたわ。さあ、どうですかね。でもエネハッタポケモン倒されると結構きついと思うんだけどね。個人的には。計算外だと思うんだけど。まあ、これも想定の範囲内なのかな。あえて倒されるのを誘ってるとかそういうとパターンもあるのかな。さあ、雨でね、多分進化してきて一気に来るとは思うんですけど。ライコウってワンパンされるんだっけ？リザードンで。ちょっとよくわかんないですけどね。さあ、こっちもうかうかはしてられないですね。うん。まあ、これね。あえて、なんか事故ってたりするとラッキーなんだけど。ほう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 。そうか、そうか。まあ、事故ってくれてるとありがたい。ありがたい。うん。まあ、そうだな。後ろ育てていくしかないんだけど。そうだよね。ピジョットは手札にあるっぽいから、倒したいかな。まあ、ボス撃つか。ボスいらないか。普通に倒すか。普通に倒していくか。引きが弱い。倒されるのこれで。やだね、これで倒されるとか。完全に相手なんか事故ってないか。完全に事故ってるね。こっちも事故ってる。事故続きです。エネ引きすぎなんだよな。まあでも、倒していくか。オーバースキルしていきますかね。お、いいね。これはいいっすね。さあ、何貼ったの？ああ、ロストシティね。これはまあ速攻貼り替えるか。うん、これは貼り替えますかね。さあ、エネを張って、レキジェネレーター。まあ、ここに貼っとくか。さあ、これでいいかな、とりあえずは。瞬足も使っといて。エネ引きすぎなんだよね。バグってんのかなっていうぐらいエネ引いてんだけど。さあ、うん、封印石いらない。さあ、あと1匹ですね。まあどういう感じになってもあとね、後ろも育ってるんで、まあ問題ないかなって感じですかね。はい、ということで、いや、まあ今回ちょっと相手が事故ってたんでね、ラッキーだったかなっていう感じだったんですけど、はい、まあリザードンデッキでもね、十分戦えることを証明できたんではないでしょうか。はい、ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。じゃあね。